ウィークリーキャッチ。ここからは、ニューヨークのスタジオから。この一週間、アメリカで注目されたニュースがまとめてわかる、ウィークリーキャッチです。今日も、アメリカ、A. B. C. ニュースが、大きく報じた項目をお伝えします。ニューヨークで、また、地下鉄駅ホーム突き落とし、事件。五十三歳の男性が死亡しました。そんなニューヨークで、マンハッタン中心部に。 渋滞税を開始決定早くも訴訟になっていますはじめにメリーランド州ボルティモアで26日火曜日未明に起きた巨大貨物船衝突による橋の崩落事故水中に落ち行方不明となっている建築作業員のうち2人が遺体で見つかり4人がいまだ行方不明です 26日火曜日未明、ボルティモアの港湾をつなぐ主要道路で全長およそ2.6キロのフランシス・スコット・キーバ市の橋脚に大量のコンテナを積んだ貨物船が衝突しました衝突の衝撃は大きく、ほとんどの橋桁は10秒ほどで水中に崩れ落ちました当局によりますと、この事故の少し前に貨物船からの無線で 電気系統のトラブルで船のコントロールが効かないとの連絡が入り緊急対応で橋の交通を一時停止させました。 この起点により橋の崩落前に一般車両はすべて橋を通り抜けていましたが橋の上には道路工事の建築作業員がまだ残っていました救助を行った沿岸警備隊によりますと建築作業員8人が水中に落下救助された2人のうち1人が渋滞残りの6人の捜索が続けられ 28日木曜日までに2人を遺体で発見4人は行方不明のままです事故を起こした貨物船はシンガポール船籍の船でスリランカに向けボルティモアを出港およそ30分後に事故が起こりました ABC ニュースでは2015年に建設された貨物船ダリの航行記録を入手過去に少なくとも2件の事故が記録されています 記録によりますと、2023年6月の検査で、船のハンドルやケーキメーター、温度計に欠陥が発見され、2016年にはベルギーの港で不当に衝突する事故を起こし、その船体損傷で構造上の不備が指摘されています。この橋を通る週間道路695号線は、東海岸における流通の要で、 事故による海と陸の流通などへの影響は非常に大きく、バイデン大統領も修復への全面協力を約束し、復旧が急がれています。四人の行方不明者の生存はほぼ絶望的とみられていて、当局では今後は橋の復旧作業に重点を置くと発表しています。次です。 地下鉄での暴行事件が相次ぎ、周辺まで動員して駅構内の見回りを強化しているニューヨークで、また男が乗客の男性をホームから突き落とす事件が発生、男性は死亡しました。二十五日月曜日午後七時前、マンハッタンのハーレムにある地下鉄百二十五丁目の駅で、電車を待っていた五十三歳の男性を カールトン・マクフィアソン容疑者24歳が線路に突き落とし男性は入ってきた列車に轢かれて死亡しました2人に事件前の接触はなく突発的な犯行とみられていますマクフィアソン容疑者は逮捕され殺人罪で訴追されましたマクフィアソン容疑者はたびたび異常な行動で騒ぎを起こし 暴行や脅迫などの容疑で長年にわたり数々の逮捕歴もあり、精神疾患を抱えているとみられています。ニューヨークでの地下鉄暴行事件は、去年過去27年間で最多の犯罪数を記録していますが、今年は去年と比べて13%増えており、犯罪の増加に歯止めがかかっていません。 3月の初めには地下鉄構内の治安悪化にニューヨーク州のホークル知事が750人の州兵を動員しまた今回の事件の直前にもニューヨーク市警は私服警官を含む800人を警備に充てると発表したばかりです。地下鉄でで発生するる暴行事件の多多くく、は、容疑者がが再犯であることが多くまた、 精神疾患やホームレスも問題となっています。警備強化はもちろん大切ですが、根本的な解決法が求められているのではないでしょうか。次のニュースです。兄弟で山を散策中の悲劇です。国立公園近くでマウンテンライオンとも呼ばれる野生動物、クーガーに襲われ、一人が死亡、一人が重傷です。 カリフォルニア州北部のエルドラド国立公園近くで23日土曜日午後1時ごろ、18歳のワイアット・ブルックスさんと21歳のテイレン・ブルックスさん兄弟が落ちた鹿の角を探しに山道を歩いていたところクーガーと遭遇。 通通常のガイイドライン通りに両手をを広げげて大声を上げましたクーガーが今度はテイレンさんに襲いかかりワイアットさんは兄を助けようと応戦しましたが太刀打ちできず車に戻って助けを呼びました。 18-year-old male who last saw his brother, a 21-year-old male, pinned down by the mountain lion. The mountain lion was facing the deputies, and in an attempt to get to the individual to render first aid, they discharged their firearms. 弟ののワイヤットささんははは病院ににに運ばれ、れ顔ななどに重傷をを負いいいままししたたた。が、命に別状はないとということです。2人を襲ったクーガーはその後、駆除されました住民はこの周辺でクーガーを見ることが増えているといいます。 数が増えているとはいえ人がクーガーに襲われることはまれでカリフォルニア州では20年ぶりのことだということですディディまたはパフダディなどの名で知られるヒップホップの大御所ショーン・コムス氏の自宅に 国家安全保障省の捜査員が家宅捜索に入りました ABC ニュースではコムズ氏が人身売買などの疑いで訴えられていたことと関連があるのではないかと伝えています二十五日月曜日ヒップホップのプロデューサーショーン・コムズ氏のカリフォルニア州とフロリダ州の自宅に国家安全保障省の捜査員が捜索に入りました 当局によりますと、捜査員はこの2件の家から電子機器などを押収したことを認めていますが、捜査の内容に関しては公表していません。メディアでは、この捜査は、コムズ氏が最近、元交際相手などから性的暴行や性的人身売買などで訴えられていたことや、この疑惑について捜査当局が数ヶ月にわたって関係者を聴取していたと伝えています。 この日、コムズ氏所有の飛行機が捜索の前後にカリフォルニアからカリブ海のアンティグアまで飛行したとも伝えられていましたが、コムズ氏は登場していない模様です。コムズ氏は他にも複数の業界関係者から訴えられていて、ある音楽プロデューサーはコムズ氏の組織的な性犯罪を指摘していました。

この日の捜査でコムズ氏の,下での元で働く25歳の元大学バスケットボール選手の男が薬物使用容疑で逮捕されています。複数の訴訟がが起こされているコムズ氏ですが 今のところどの訴訟に関しても起訴はされていませんアメリカの音楽業界で30年以上活躍し多くのアーティストをプロデュースしてきたコムズ氏ですがスキャンダルも数多く長年多くの訴訟案件を抱えています次ですニューヨーク市では 車の渋滞を緩和するために、マンハッタン中心部に乗り入れる車に15ドルの通行料金を課すことを承認しました。渋滞税とも言われるこの制度の導入は、アメリカの都市では初の試みです。ニューヨーク市と MTA 都市交通局は、27日水曜日、 マンハッタン中心部に乗り入れる乗用車への通行料金として新たに15ドル徴収することを承認しましたこの料金は時間や場所また車の種類によって金額が違います平日の午前5時から午後9時までそして週末の午前9時から午後9時までに マンハッタンの60丁目から南へ走行する車は1日15ドルトラックの場合サイズに応じて1日当たり最大36ドルまたタクシーやライドシェアの車はこのゾーンに出入りするたびに一定の料金がかかります MTA 都市交通局では 今回、料金が加算されるマンハッタン中心部を通る車は、1日平均70万台で、この制度の施行で渋滞の緩和に役立ち、バスや地下鉄など公共交通機関の改修予算に数十億ドルを生み出すと述べています。マンハッタンに通う人たちは、この上乗せの通行料に憤慨しています。 この渋滞税の導入にはニューヨークの他の地域や隣のニュージャージー州などが反対しすでに裁判所に訴えも出されていますが MTA では今年の6月中旬から実施する予定だとしています。ささて、んんは突然10億ドル舞い込んだらどうしますかアメリカの宝くじ、 メガミリオンの抽選日だった二十七日水曜日、一等当選者が出ました。その賞金はなんと十一億三千万ドル。ニュージャージーネプチューンタウンシップのスーパーマーケット内にある酒屋で前日の夜購入されたということです。それも購入したのはたった一枚。クイックピックというコンピューターが選んだ数字ではなく。 すべての数字を購入者が自分で選んだくじが一等当たりくじとなりました当たりくじを売ったお店も賞金3万ドルをゲット当選者はまだ名乗り出ていません ticket, it, it, ニュージャージーイシーでは宝くじ当選者はメディアなどに名前を公表する必要はなく このままずっと一夜にして大富豪になった人の顔を拝めない可能性もありますが唯一、その顔を見たはずのレジで当たりくじを販売した店員は全米45州で購入できるメガミリオンは 一等当たりくじが出なければ翌週に繰り越しとなり賞金はどんどん膨れ上がります今回は去年の12月初めから当たりくじは出ていませんでしたアメリカの宝くじは桁が違いますね当選者はこの番組を見てくださっているあなたかもしれません11億3000万ドルを日本円に換算すると やめておきましょう、はい、それでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう <music>